はい、行きましょう。方線ベクトルの点と直線の距離ですね。ここは応用問題です。今までに、全て習った知識を、総動員して解いていくと。新しく学ぶ知識はないんですね。まあコツっていうほどじゃないけど、応用問題というのはどうやったら解けるかというと、いつも言ってる通りこの3つやったんですね。図や具体例をしっかり考えようねと。できるだけ自分に分かりやすいような表現を心がけようと。そして2番目、ヒントを読み取り、できることを全てやろうと。ね、問題文全然読まんと、なんかもうすぐわからんわからんって言っちゃう場合があるんやけども、そういうのじゃなくて、とにかく問題文見て、今何ができるかなと。このヒントからね、全体的な道筋は見えてへんけど、一体このヒントから何ができるやろと。そういうの思いついた、とりあえず全部やってみようよと。あと3つ目はもう言ってますよね、いつも。でセンターレベルまでも大体いつも同じパターンなんで、もうパターンに慣れてしまえば対応できますね。なので、この図や具体例考えたり、ヒント読み取り、できることすべてやるであったり、もう実際この問題もよう出ます、パターンになれる。そういうことをすれば、全然できるようになります。なので、やり方を知っていきましょう。まず1番、点 A31 から直線 LX+2y+3=0 に垂線を引き、交点を H とすると。さて、n ベクトルイコール1に対して ah ベクトルイコール k n ベクトルを満たす実数形の値は、これもう何のこっちゃってなるんですね。まず意味から理解していきましょう。まず、点 a31 があるよと。ここにあるんですね。点 a31 があるよと。そこから直線 lx+2y+3=0。これまあ雰囲気で書くんですね、こういう直線を。ただまあ傾きが正か負かぐらいはしっかり理解しておきましょう。x+2y+3=0 っていうことは、これを移行したら x がマイナスになりますよね。だから y イコールマイナス2分の x ぐらいになるなっていうことで、こういうぐらいの傾きで書きますと。はじめ点 A 書いて、直線 L をこういうふうに書いて、で、この点 A からその L に対して垂線 A を引くと。そしてその足を H とするんですね。だから A から L に垂線引いて、その足を H とするやから、こういう図になりますね。ここまで OK ですか？ OK ですね。で、実際どんな問題かっていうと、丸1。N、こっからがいきなりなんやねんってなるんですね。N ベクトルイコール1、2に対して、AH ベクトルイコール KN ベクトルを満たす実数形。なんのこっちゃって思うけど、まず N ベクトルっていうのを書いてみます。で、N ベクトルの成分が分かってるんですね。1、2やと。で、ここで、はって思ってほしいんです。なんやっていうと、この前の、2個前の動画かな、二直線のなす角でやったんですけれども、方線ベクトルってすぐわかるよって話したんですね。ax+by+c=0。これの方線ベクトルの成分って何やったっけっていうと、ab やったんですね。この x と y の係数がそのまま方線ベクトルの成分になるよってやったんです。ね、方線ベクトルっていうのは垂直なベクトルのことでしたよね。これ何言うというかわからん人は、この2個前の動画の2直線のなす角のベクトルのとこを見てください。そこで詳しく説明してます。だここでね、この n ベクトルイコール1、2っていうのを見たときに、はって思ってほしいのが、この x と y の係数と一致してるんですね。つまり n ベクトルは、この l、直線 l と垂直なんです。方線ベクトルなんです。n ベクトルは直線 L の方線ベクトルなんですね。ここまで OK ですか？で、この1番の問題は、そんな、n ベクトルイコールに対して ah ベクトルイコール kn ベクトル、これが何を表しているかですね。つまり ah は n ベクトルを何倍かに伸ばし、 k 倍したもんですよ、何倍かに伸ばしたもんですよっていうことは、これは平行っていうことを教えてくれてるんですね。そうですよね。そもそもだって問題で AH は L に垂直っていう風な条件でやってますもんね。だからこれはどういう流れかっていうと、この N ベクトルっていうのはほんま自分で求めなあかんねんけども、問題でヒントとしてくれてるんですね。AH ベクトルっていうのはこの N ベクトルに垂直ですよっていうのをほんま自分で求めなあかんねんけど、これ親切に教えてくれてるんです。それが逆になんかややこしくなってるだけなんですね。だから、ちゃんとこの言われた通り、AH イコール KN っていうヒントも使おうと。で、どうやって使っていくかというと、やっぱり求めたい座標を最初に PQ とかで置くと楽ですね。点 H、PQ とすると、まず点 H はこの L 上にあるから、ここに代入した PQ を代入した P+2Q+3=0 っていうのは成り立ちますよね。
でその後 AH ベクトルイコール KN ベクトルっていうヒントもくれてるから、とりあえずこれ言われた通りやってみようやないかと。 AH ベクトルっていうのは成分の考え方から P-3Q-1 ですね。これもやった通りですね。で、N ベクトルが1,2やからそれの K 倍が K-1 になると。つまり、こういう風に計算できて P-3 は K、 Q-1 は 2K って分かりますよね。で、式が1,2,3 個あって文字が P-Q-K っていう風に3つあるから絶対これも解けるんです。じゃあどうやるかっていうと、例えばこれで言うと P イコールの形、Q イコールの形にして両方ともここに代入したら K の値が出ますよね。じゃあここからやるのは、P と Q、 P イコール Q イコールの形にしてここに放り込んでます。で、あとは計算したら K が出るよという流れなんですね。これは逆になんか N ベクトルイコール1、2みたいなのが逆にややこしくなってるかもしれへんけど、もしこのヒントがなかっても自分で絶対にね求めるんですね、この N ベクトルイコール1、2っていうのは。なんでかっていうと AH 垂直 L っていうのがあるから、これをヒントとして絶対使うんですね。だから、点 HPQ って置いて、それからこの与えられたヒント全部使っていくという流れになります。 OK ですか。じゃあ、K が -5/8 まで分かったら2番目は簡単ですね。じゃあ、この AH の長さは何本になるかということですね。まあ、実際問題には、A と直線 L の距離って言ってます。点と直線の距離。点と直線の距離の求め方覚えてますか？数2で公式やったけど、ベクトルでもできるんですね。今回みたいな感じ。で、点と直線の距離の図的イメージを掴んでおく必要があって、これとこれの距離ってどこを指すんでしたっけ？っていうと、垂線を引くんでしたね。垂線を引いたここのこと、ここのことを点と直線の距離って言います。つまり結局、この2番で求める点 A と直線 L の距離、点 A と直線 L の距離っていうのはここのことなんですね。だからこれの長さを求めようと。つまり AH ベクトルの大きさですね。だから AH ベクトルの大きさを求めた絵だけやんということで、この1番で出た K から AH ベクトルの成分が分かる。ほな、あとはもう、ね、成分から長さを求める公式に入れると。それだけです。OK でしょうか。ではでは、まだややこしいと思うんでね、2番も使って、徐々に掴んでいきましょう。2番はちょっと違います。点 A3 を通り、ベクトル U ベクトルイコール 3-1 を方向ベクトルとする直線 L に、点 B から下ろした垂線の足を H とすると。似てるけど若干違うんですね。で、まあ、言われた通り図を書いてみようと。点 A32 があって、ベクトル U ベクトルイコール 3-1 を方向ベクトルとする。これの意味わかりますか？ U ベクトルっていうのがあって、そんな U ベクトルっていうのは 3-1、つまり3.1下がるような傾きの向きですよと。これを方向ベクトルとするっていうことは平行っていうことですね。点 A を通り U ベクトルに平行な直線 L がありますよって言ってくれてるんです。そんな直線 L に点 B11 から下ろした垂線の足を H とする。さあ H の座標と BH の長さを求めようと。さっきと似てますね。さっきと似てるけど、さっきとの違いはまず L の方程式が分かってないことです。 L の方程式が分かってないと。だからそれを求めようやないかとね。だからまず L の方程式を求めます。これはもう普通にベクトル方程式のところで何度もやってますね。求めたい上に点 PXY を置いて、で条件を考えると。L 上に点 PXY を置くと、AP ベクトルは U ベクトルを何倍かしたもんですね。AP ベクトルイコール TU ベクトルやと。これがもう何言ってるかわからない人は、直線のベクトル方程式の動画を見直してください。その知識があればできます。だこれをもう、いつも通りやっていくと。そしたら、直線の式が出るんですね。L の式は、x+3y-9 っていうふうに分かります。これが L の式です。ここまで分かったらもうさっきとほぼ一緒ですよね。点 H を PQ、点 H の座標を PQ としたら、まず H はこの L 上にあるんで、p+3q-9=0 っていう式が成り立つよと。で、もう一個使ってないヒントは垂直っていうヒントですよね。BH ベクトルと、この L っていうのは垂直。で、この L っていうのは U ベクトルと一緒ですよね。方向ベクトルが U なんで。なんで、BH ベクトル垂直 U ベクトルっていうヒントも使ってないのと。垂直は内積ゼロなんで内積ですね。で、あとここから何ができるかっていうと、こういうふうに解いていくと、P
P と Q の式がもう一個出るんですね。ほんならこの2つ、文字2つに式2つなんで連立した出るなということで、あとは計算していったら P と Q が出ます。よって PH の座標がわかると。という流れですね。もうここまで来たあとは一緒です。じゃあ BH の長さは BH ベクトルの大きさやから、ね、三平方の定理の考え方で2分のルート10と出ると。はい、ということで、ここで方線ベクトルの点と直線の距離を考えました。とにかくやっていることはこの3つなんですね。図や具体例を考えて、ヒントを読み取ってできることすべてやろうと。そしてパターンになるよと。ここではどういうパターンやったかというと、やっぱり図を書いて、図的状況を想像して、求めたい点 H の座標 PQ って置いたんですね。で、P は L 上にあるよっていうことで、そういう式を1個。もう1個、H は、元の L と垂直ですよっていうヒント。だから、AH 垂直 L で行ったり、ここでは方線ベクトル、N ベクトルをさっき求めてるんで、AH と N ベクトルは平行っていうことで、AH イコール KN ベクトルっていうヒントを使っているんですね。OK ですか？この、どっちかのやり方ですね。それで、連立したら出ると。2番目の場合は、この1番みたいに方線ベクトルを求めんと、そのまま垂直っていうヒントを使ってます。ね。だから、まず L 上の式を求めて、L の式を求めて、L 上にあるよっていう式を出してから、次は、垂直よりっていうヒントの使い方をしているんですね。でもどっちみちやってることはすごい似たようなもんですので、このね、違いを特に意識して自分でもノーヒントでできるようにしっかり練習していきましょう。